け。サーペイじゃなくてガブリチューならあるんだけどな。ガブリチュー美味しいよな。ただ、私ガブリチュー大好きなんやけど、硬いから、なんていうかね、大量に食べれへんのよ。10本とか、いっぺんに。え、10本？私おかしい？待って、私がおかしい気がする。いっぺんに食べる量10本っていうのがおかしい。違う。多分勘違いしてる人おるよ。10本丸ごとを全部口に入れとるって勘違いするみんな。違うで。1本1本食べるで。違うで。全部口に突っ込むわけじゃないから、10本とも。違うで。そういうわけじゃないで。え ?1 回のおやつで10本は多すぎる気が。えマジ安いからさ、あれ、スーパー行ったら、5本、10本ぐらい買うんですよ。安いから。んで、いっぺんに食べてもらうんですけど。あ、いや、多い、多い。あ、ね、ここだけの話してもいい。サワーペーパーについてやけど、アマゾンさんにね、サワーペーパー、32枚入りのサワーペーパーが売っとんですよ。アマゾンに。あるんですよね。それ。4色の味があるやつ。コーラ、ブドウ、サイダー、で、ブルーアップル。調べたらすぐ出てくるんで。あるんですよ、それが。30何枚入ってるやつが。それを、1ヶ月ぐらい前かな？に、購入しまして、アマゾンでポチりまして、次の日に来たんですけど、それを、まさかね、寝るまでの間に全部食べてしまいましたね。そのサワーペーパーが来たのが午前中ですね。はい、午前中。まあ、昼前かな。10時、11時くらいで。うん、昼前に来まして、糖尿病深い。糖尿病深い。32枚かな？うん、全部、1日で。全員にドン引きされましたね。うん。一人もおらんかった。すごい！素敵！わあ、そんなにサワーペーパーのことを愛してるなんて、ふう、尊敬しちゃうっていうのは一人もおらんかった。それが正常です。ドン引きはしてないけど、すごいはない。あ、そうよな。さすがにドン引きしなくてもすごいはないよな。そうよな。多分さ、私がさ、YouTube 始めてさ、サワーペーパーが、とか言って、サワーペーパーの話題出すこと増えたやんか。それでみんなサワーペーパーの存在知ったやんか、めちゃくちゃ。だからさ、それで Amazon でさ、絶対サワーペーパーの売り上げ上がっとうと思うんやんか。サワーペーパーたまにね、Amazon で調べて見るんやけど、在庫残り何個とかになっとう時があって、あれ前までこんなんなかったのに、最近こういう在庫何個しか、何個残り何個とか出るようになったなと思って、売り上げ上がってねとか思って。こんなにさ、YouTube やっとる人でさ、サワーペーパー愛しとるのさ、私一番の自信があるんやけど、どうこれ。案件待ってます。いや、そうね、ほんまね、サワーペーパーとなんかできたらええなと思う。お金なくてもええわ、マジ。マジで宣伝してくださいとかなんか、そういうのだけでええわ。全然報酬とかいらんからさ、なんかあったら私は嬉しいなと思いますけど。サワーペーパーのカロリーは1枚60です。そう、カロリー60なんよな、1枚。ちょっと待って、1箱1800キロカロリー？マジ？やべえな。一生分のサワーペーとして毎日、2枚、2枚は少ないな、さすがに10枚では。毎日10枚って、制限して、やるかっていう感じ。え、毎日10枚も多い？ちょっと、私やべえよ。感覚狂っとる。やべえ。2倍は少ないから、かっこ禁断症状。え、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、食べたことない人もおるかもしれんけど、サワーペーパー。ちょっと聞きたいんけど、みんなさ、サワーペーパーさ、毎日もし食べるとしたら、何枚食べる？ 1 枚？その時の気分による。あー、気分によって変える感じ？ 3 枚、5枚、2枚、2枚。あー、1から3ぐらいか。